ルガン皆さんこんにちは、株式会社マーベラスの爆乳プロデューサーの高木です。はい、もちろん、このタイトルをですね、僕は見逃すわけがなくてですね、やっぱりこうパンチラ見たいとかいろいろ、まあ、おっぱい揺らしたいというところで何本かプレイしてます。最初はXbox360 で、発売されたのを買ってですね、ちょっと不幸なことがですね、あの後あって、これね、アップデートされちゃったみたいなのもありましたけど、まあ、その後また PS3 で、楽しく遊ばせてもらったりとかしております。はい、まあいわゆるドスケベゲームだと思うんですけど、パンチラだけに限らずですね、スケをやったりとかですね、ダブルピースを刺しちゃったりとかですね、僕だったらキャラクター絶対刺せません、あんなことは。すごいこうやっぱエッジの立った攻めたタイトルになってますね。なのに、なんかゲームシステムがそのいわゆるレールガンシューティングというか、ちょっとこう、なんていうんですかね、昔懐かしいというか、まあ、ゲーマーが喜ぶようなスタイルを持っていて、そのゲーム性についても愛を感じる一本です。はい。高みを目指してファイオーです。でもなんか絵がまたちょっと綺麗になってますよね。ありがとうございます。で、今回これデビルスイーパーっていうのが、はい、多分、はい、一つ大きな要素ポイントですね。はい。本来この服を吸うっていうのは本当にもうおまけ要素なんで、おまけ要素本当は悪魔を吸うところまでがこのゲームの本当のところなんですけど、ギャルガンなのに、はい、マジですか。またこの視点を選んでしまうあたりがさすがですね。あ、いいですね、これ打ちたくないやつですね、これ誰かがんでこないんですかね、これちょっと見てよって。あ、悪魔だけ吸うっていうのもできるんですね。できます、はい、なるほど。これ僕ずっと思ってるんですけど、これ下着だけ吸うっていうのをしたいなと。下着を吸う、下着だけを吸う。なるほど、ノーパン。次のアップデートとか無理だな。でもやっぱり下着吸うって一つあれですね、はい、ロマンを感じます。そうですね、これブラだけとかパンツだけとか取るこれぜひギャルガン2ダブルピースで、これアップデートで、はい、まだ早くすくみずとか出てこないですよね。すくみずはですね、次のステージ次のステージ絶対出てくるんで、ぜひ、はい、すくみずって吸っちゃうとどうなっちゃうんだろう。そうっすよね。早くブルモン吸いたいですよね。ちゃんと反応してくれないと、なんか 俺が一人変態みたいな。ちょっとよそ見した隙に吸えてないじゃないですか。悪魔っ子はどうなんですかね、ちょっとエッチなんですかね。この〇って書いてあるピーって入れてますよ、はい、なんかすごいそうやって書いてたような気がしたんで意外とこう、そあのいつもギャルガンやってる時は思うんですけど、こう割とこうテンポよくこうどんどん敵出てくるじゃないですか、はいはい、敵とか女の子がなんかもうちょっとこうゆったり眺めたいなって。あ、それありますよね。今私は横でいるだけなんで、はい、勝手な解説できてますけど、はい、ね、ご自身でプレイするそうなんですよ、見ながらこう、ちょっと待ってちょっと待って、これなんか高得点の秘訣って何ですか。ですね、実はこの脱衣焦点してしまうと、はい、コンボが途切れてしまうので、本当にガチでゲームのスコアとかもらえにくい場合は、はい、受け差しショットを今繋いでいる。我慢しなきゃいけないですね。はい、そうなんで強すぎるのも、まあ、ちょっと良くないというか。なるほど。ただ、吸っちゃうじゃないですか。いや、そうですよ。吸いたいですよ、それ。吸って吸いまくれて、どっか書いてましたよ、キャッチコピー。それを否定してるの。それを吸わせないっていう、この我慢させる感じが。まあ、溜めて最後にこう、はい、今回もなんかあるんですかね、こう、なんていうかこう、スペシャルモードみたいなのあったじゃないですか。いいですね、これいいですね、このままでいいですよ、はい、多分足元まで見れます、これ完全に
です。完全にですよ。いいんですか。いいですね。だんだんピンクになって、これでもなんか気持ちよくなってんじゃないですか。これ。でもこれは本望ですよね。おお。これ全然意味わかんないですけど、これ。どういうことですかね、これ。キスしちゃいますか。足に。どっちかな。これはでもキスしますよね。驚かれてます。全然意味わかんないですよ。これが悪魔の力なんですね。あれ、そうですね、悪魔クラなんで。生まれたところからリトライしたいですね。その段階から。そうです。あそこが一番いいじゃないですか。ナイス踏まれでしたね。いや、いいですね。あれ完全にコントローラー置きましたね。結構やばいな。もう出そうになってますね。何が出ちゃうんですか。出そうだな。結構真後ろも後ろいますね。後ろいるけど。リスクを取って。そうそう。リスクをかがんで。こら。あ、クリアですね。素晴らしい。いやセル堪能しました。これが、ね、あ、いいですね。いい感じでじゃあ来てますよ。これ新キャラの天使ですね。はい、あらららよろしくお願いしますって言われてますね。これズームはないですか。ズームはあ、これあ、来たますちょっとアップすぎて今なんだか分かんなかったこれで今ポワーンと出てるの分かりますか、はい、あの真ん中を連打してください、はい、ちょっとちょっとねここじゃないここじゃないここじゃないなんかポワーンと出てる首筋がちょっと回り込んでいたり、そうなかった。で、この悪魔を出せるだけ出し切、うん、連打で出し切ってください。なるほど。あ、一応この女の子の中に悪魔が潜んでしまいました、はい、で、それをこうショットで全部出すっていうのが今回の悪い子ですね人助けです。いいですね、ポーズ変わりましたよ、はい、いいですね、回り込み最高です。ほんとブレないですよね。ここじゃないですか、ね、ここじゃない。ここに悪い子が潜んでるんじゃない。たまにそういうとこもあるんですけど多分そこじゃない。これを何回かちょっとやってほしい。ちょっと今回制限時間があるんで、あ、ちょっと、はい、これ制限時間やめましょう。アップデートでいらないです。そんなのいらないです。いらないです、いらないです。もうじっくり探さないと危険ですからね。この後、敏感タイムってのが入るんですよ。敏感タイム、はい、そこで制限時間止まるんで。なるほど。そうなんです。そっちでじっくり。そうなんです。そうそうです。じゃあ早めにちょっとこっちは、はい、今度はこう、あくさすがっす。敏感タイム入りました。いいですね。お、はい、何ができるんですかこれ。あの、2箇所光ってるところあると思うんですけど、あれ徹底的に打ってください。もう完全にじゃん。完全に。そう見えるだけ。大丈夫です。で、この敏感タイムを打ち崩すと、あらららら。お、これでどうするんですか。これで弱点が探しやすくなるんで、人助けに探しやすくなった、はい、すごい分かりやすく言うな。あんまか、あ、終わっちゃう私のマスターですって言ってますけど、ね、はい、いっぱい出しました。結構興奮しちゃってですね、会社のオフィスなんですけど手の置き場に困っています。ゲームは本当にやっぱ2というだけあってすごく変わっているところも多くてですね、グラフィック見た目も綺麗になりつつ、新システムありの、ちょっと難易度的にも少しハードな感じがあるので、やっぱり僕も常日頃言ってるんですけど、
ですけど、エロスをゲットできるまでに困難があった方が達成感を得られるので、なんかすごいいいんじゃないかなと思います。まあ、これまでずっとおなじみだったステージもちょっと変化あったりとかですね、して、これからまたパンツもいろいろあるということなので非常に楽しみですね。まあ、新キャラたちもみんな可愛いので、これ昔のキャラも出てるんですよね。なんかだからちょっとその辺の絡みとかもすごい気になります。はい、今日は、楽しかったです。ありがとうございました。はい、ギャルガンと共にですね、日本のゲーム業界のちょっとエッチなゲームを作っている私として、ちょうど2月22日にですね、プレイステーション4で戦乱神楽ファーストリニューアルが、発売となりました。ギャルガンと近しいところをすごく感じるところがたくさんあってですね、ふざけつつもゲームとしてすごくちゃんとしてるって言い方も変ですけど、楽しく遊べるような工夫をしたこちらは、アクションゲームになってます。一人でも多くの方のですね、楽しんでもらったりとか、若者の性の目覚めを手伝えたらいいなと思ってますので、こちらもぜひちょっと公式サイトを見ていただければと思います。ではマーベラスの高木でした。今日はどうもありがとうございました。プレイステーション4専用ソフト、ダークニューハイパーバトル戦乱神楽ダーストリニューアル、2018年2月22日発売予定。マーベラス